DUM 人事部熊谷です。早崎しおりです。川本です。はい、そして今回のゲストは DUM ミーツカンパニーから来ました中島くんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。またちょっと簡単に自己紹介からお願いします。はい、人材事業部リクルーターやってます中島と申します。本日はよろしくお願いします。リクルーターということは新卒の就活生のキャリアカウンセリングと企業のご紹介とかそんなことをしているっていう認識だってますか？基本的には、まあ、学生さんへの求人のご紹介っていうところと、まあ、その求人側に立って、まあ、どういうふうな学生さんを採用したいかっていうところ、うん、まあ、その双方のニーズを、まあ、マッチングさせるような仕事をしております。はい、どういうところに紹介してるんですか？はい、最近成果を知ったみたいな話なんですけど、まあ、2年前ぐらいに、まあ、僕のご紹介で、まあ、とあるベンチャー企業にご入社された方が、うん、直近ですごく活躍して出してるというふうなところ で結果その企業さんがですね、直近でいわゆる株式の上場を果たされて、うん、でその本当に中身の何ですかね、業績アップの立役者みたいなところが、うん、実はその我々がご紹介させていただいた、うん、2年前のその新卒の子だった、うん、みたいな話があってですね、うん、直近の話ではないんですけど、そうやってまあ数年経った後に、まあ、成果じゃないですけども自分たちのやった仕事っていうのが形になって現れるっていうのはすごくやりがいを感じる時ではありますよね。確かにそのお仕事だと、はい、紹介した直後に成果っていうのは分かるんですよね。そうですね、直後っていう観点だと、うん、やっぱり新人賞を取ったことか、はいはいはい、っていうのは直近だとすごくきっと嬉しかったりするんですけど、特に、まあ、最初からむちゃむちゃ期待されて入ったわけじゃない子だったりとか、うん、頭角を現して新人賞を取ったりとか、うんうん、僕らが推薦した側なんで、うん、やっぱり活躍したでしょ。やっぱ紹介した学生と、はい、なんかこうその後も連絡のやり取りだったりとか、はい、という付き合いだったりとかっていうのはゼロにはならないものなんですか？まあ、そうですね、うん、中には本当に定期的に連絡を取り合ったりとか、うんうんうん、あとはまあ一社会人として本当に仕事の話ができたりとか、ね、素敵な関係になれるんですね。そうですね、うん、はい、結構リクルーター冥利に尽きる感じですね。うん、もうその瞬間は本当にダメそうなやついたら売り上げにならないから速攻切り捨てそうなんですけど実際どうなんですか？鋭い質問ですね。そんなことないです。俺の時給が下がるから相手したくねえと思っちゃうんですけど皆さんにこう対応してます。うん、オブラートに包んで言うと、はい、行けてない大学生を、はい、なんかこうサポートしてうまく成功させたこととかもあるんですか？はい、そうですね、まあ、行けてないっていうところ、まあ、行けてないそうですね、まあ、ただ不器用な子みたいなのはやっぱり中にはいらっしゃいますよね。ただ僕は結構人柄がいい人を採用した方がいいんじゃないかっていうふうにすごい思ってる側の人間なので、うん、ただ人柄の良さと就職活動のうまさとかってなんか、まあ、必ずしも比例するわけじゃないじゃないですか。うんうん、なんでこういうちょっと不器用で、就活的にはいわゆるうまく立ち回ることができないけれども人柄がいい子とかに対して思い入れが強くなってしまうというか、うんうん、そういう子が就職活動を成功したっていう瞬間はもう本当に嬉しかったりします。うんうん、アルバイトの夜勤が2時まであるので、うんうん、2時からちょっと明日の選考の対策の電話してくれませんかみたいな話があって、で対策の電話2時ぐらいにちょっとして、でもその翌日の選考に遅刻しちゃって夜勤したんで起きらんなかった起きらんなかった、どうしましょうって分かってたんですけど、もうなんとか企業さん30分遅れで間に合って遅れたんですけど、なぜか社長にすごく気に入られて内定を取ったみたいなエピソードがあったとか、まあ結構踏んだり蹴ったんだったんですけど、本当にまあ頑張って真面目で人がいい子いいとも就職してほしいなっていう一心で、うんうん、まあそれは向こうも頑張って、まあ学生さんも頑張ってくれたエピソードかなと思います。はい、心温まりますね。温まりますね。ミーツカンパニーに行けば長島さんみたいな、はい、心温まるリクルーターと出会うことができると、はい、そうですね、はい、まあ、実際ね学生からしたらただでリクルーターをゲットしてただで社会人の人脈をゲットして、うん、その後社会人になった後もつながれる、はい、いいパートナーになるというのはすごい魅力的ですね。はい、ただですから概要欄からミーツカンパニーのリンクで参加してみてください。はい、本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。ミーツカンパニーよろしくね。